ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級55.3キロ以下タイトルマッチ12回戦が25日東京有明アリーナで行われ挑戦者の井上直也大橋ガニ団体統一王者スティーブン・フルトン米国28回 TKO 勝ちで4階級制覇を達成した米メディアは今後について展望しベストな対戦相手4人 としてフルトン戦後にリングに上がって対戦要求をしたマーロン・タパレス、フィリピン、ヤルイス・ネリ、メキシコ、を挙げたが、その中には意外な名前も含まれていた。動画、TKO 直前の一撃は、音が明らかに違う、見えん、中継とは違う角度、フルトンを完全に吹っ飛ばした井上尚弥の衝撃映像、フルトンを撃破した後、次戦スーパーバンタム級で4団体統一戦をしたいと思います。 と言って、観戦していたタパレスをリングに招き入れた井上。タパレスも自分自身がチャンピオンであることを証明したいので、ぜひ井上直也と対戦したいと快諾し、会場をどよめかせた。まだ正式決定ではなく、圧倒的な力を見せた井上の次戦の相手は注目の敵。米スポーツメディア、ブリーチャーレポートは、フルトンに勝利した井上にベストな対戦相手4人。 との見出しで記事を掲載した。まずは、WBA&IBF 同級二団体統一王者のタパレス。井上は二つの階級で四本のベルトを獲得する最初のボクサーになりたいと言っており、フルトンは122ポンド、スーパーバンタム級のベルト二本と共にこの試合に臨んだ。つまり、残るベルトは二本であり、それを手にするにはタパレスとの対戦になると見ている。 次に挙げたのはネリ。彼が日本でルール違反を犯しており、また日本ボクシング界最大のスターが持つ王座のかつての持ち主という二つの立ち位置から、プロモーターが中立地での対戦を少なくとも検討してみるのは当然だろう。と山中晋介戦で犯した過去の体重超過騒動などに触れた上で、ネリが語った井上はモンスターではない。彼は小さなモンスターであり、122ポンドの真のモンスターは俺だ。 彼の仮面を這いでやる、というコメントも紹介している。3人目は現 WBA フェザー級王者の35歳英国人ボクサー、リーウッド。同メディアは、彼は井上が2018年にジェイミー・マクドネルと対戦する際にスパーリングを共にした相手でもある、と紹介し、2011年のプロ転校後、27勝3敗の結果を残している英国拠点の王者は、 日本の練習パートナーにインパクトを与えたと言っていいだろう。井上がすでにリング上でリスペクトを抱いた相手との対戦を望むのであれば、実現は自然の成り行きだ、と予測した。最後のよ人目に挙げたのは、井上戦の前座で清水聡、大橋、を5回 TKO で下した WBO 世界フェザー級王者のロベーシ・ラミレス、キューバ。ラミレスのフレーム、体格、は5フィート5インチ。 リーチ68インチは井上と同じであり、井上のアグレッシブで略奪的なスタイルとラミレスの巧妙かつトリッキーさとのコントラストは魅力的な対戦になると期待を込めた。ラミレスはトップランク社がプロモートしており、井上はトップランクと提携している。つまり、ボブ・アラムの時期を見た電話一本で決まるということだとマッチメイクしやすい環境にあることも記している。